神経運は中華民国空軍の軍人。字は天音優。3歳の時に両親と一緒に日本に移住。1914年、中華革命党に参加。1915年4月、梅谷正吉の支援で、滋賀県神崎郡八海市町、沖野原に設立された中華革命党航空学校に入り、坂本敏一、星野米蔵らから、 飛行技術を学ぶ。後、孫文と両仲替への推薦で、陳沢はと共に飛べれ、国民党アメリカ総支部支部長の林森が、設立したカリフォルニア州、レッドウッドシティの美州航空学校にて、さらに技術を磨く。同学に、超恵町、橋岡岳氏ら。1917年、中国に帰国し、空軍創設に参加。1918年4月、 大本水府三軍どころ副官。1920年9月26日、超恵町、要戦いずらと2機で観音山の関東特軍、幕久し心交渉を爆撃し、宣伝ビラを巻く。幕久し心の配送中、水上機仕様のカーチス JN-4 ジェニーを操縦し、超恵町のカーチスモデル H-16 と共に、西へ一体を偵察。 1922年2月、航空局第2航空隊隊長。4月、北伐が開始されると、張恵町と共に、冴つかさ派から5名のパイロットと整備要員を引き、航空機7機で戦線に派遣され、北伐大本営のある小関や波尾で北上作戦を支援。6月にはさらに、厚生省、州に展開するも、甲州で留守を守っていた。 陳敬明が反旗を起こす。陳羅は、関東省に戻り、小石、大包、火山、馬陳などの陳敬明軍の陣地に、射撃や爆撃を敢行。一時的に陳敬明軍を動揺させるも再び押し返された。陳羅航空隊は、補給を断たれて孤立し、やむなく、前期を、大の包補飛行場に集め、焼却処分した。1924年、 関東航空学校総教官。1927年6月、関東航空学校教育長。1928年3月26日、第八祖地軍航空所、副所長。1929年1月、顧問要塞司令権関東海軍副司令。1929年9月、中華航空共審第2回全国代表大会観察委員。 1930年2月12日、中山県燻政実施委員会委員。1931年、関東省政府委員権公衆市公安局長。その後、公衆政府を離脱し、中央空軍に参加。1934年5月、航空委員弁当庁主任兼、航空共同総体隊長。1935年9月4日、空軍上校。 1936年2月25日、中央航空学校校長。1936年5月、航空委員会委員。両行事変後の1936年8月、中越空軍第一路指揮官として、関東空軍の接収を担う。1937年3月30日、中央航空学校校長。1938年4月、 空軍軍艦学校教育長。1938年、空軍津のる管委員会主任。1939年5月、航空委員会参事室主席参事。1940年5月25日、空軍少将。1941年4月、航空委員会委員研参事室主席参事。1941年、 国民党中央海外部部長兼中国航空建設協会常務委員。1949年に海外部長を辞め、軍政会から退出し、1966年アメリカに移住。1981年ニューヨークで病死。ありがとうございます。